フォームス生田絵里奈、元欅坂46石森虹花とのプライベートショットに反響、私服も似合ってて素敵、可愛いの極み。6月18日、モーニング娘。24のリーダーである生田絵里奈がインスタグラムを更新。かつて欅坂46のメンバーとして活躍した、石森虹花との写真を公開して反響を呼んでいる。生田は、自身のインスタグラムアカウントにて、ヒンザジミーチューポップアップガーデン石森虹花ちゃんと言ってきたよ。虹花ちゃんがジミーチューがゴルフ始めたからエリポンに似合う。って誘ってくれたんよと、カフェのほか、ゴルフカートのあるフォトウォールやゴルフコースなども展開されているジミーチューの没入型のガーデンポップアップに石森と訪れたことを報告。続けて抹茶も飲みながら外でおしゃべり。プリクラも撮れて幸せでしたとして、石森との2ショットや、ゴルフカートと撮影した写真を掲載しつつ、充実した時間を過ごしたことを明かしていた。この投稿に対して、ファンからは、二人とも可愛すぎる、素敵な空間だね。めっちゃキュート、私服も似合ってて素敵、ハロメン以外の人と仲良くしてるの見るとなんだか嬉しい、可愛いの極みなどの反響が寄せられている。モーニング娘。の9期メンバーとして加入し、昨年11月からグループの10代目リーダーを務めている生田。趣味、特技はゴルフだと公言しており、生田絵里奈の VS ゴルフという実践型ゴルフ番組にも出演している。また、石森とはプライベートで親交があるようで、これまでも同インスタグラムで一緒に出かけたことをたびたび報告している。